まあ、転売っていうのはシンプルなビジネスで、まあ、仕入れる商品を見つける、まあ。仕入れる商品っていうのは、販売して儲かる商品で。売れたらまた仕入れができる商品、まあ。これを見つけます。で、多くの場合ね、なかなか稼げるようにならないのは、まあ、なんとかしてね、えー、売れ残りを仕入れない。売れるものだけを仕入れたいとかね。あるいはツールで楽して仕入れたいとかね。えー、a z o n の将来性はどうなんだろうとか。 いろいろ調査したいと、ねえーまあ、調べても無駄なこととかね、えー、あるいはどうにもならないこと、ねえー、どんなベテランでもできっこないこと、まあ、それらを、ね、やろうとしちゃって何も動かない、あるいは、ねえー、余計なことをしているために稼げなくなっているというのが、ねえー、非常に多いです。まあ、そうじゃなく、もう本当のまっさらの初心者の方だったら、えー、まず行っていただくお店とどういう商品を探すか。 それを具体的に指示をしてで、実際に私が買った商品を見せて解説して、真似をしてもらうとで。真似をしたつもりだけど、ちょっと違かったらね、それどうして違かったのか、話を聞いて修正して、真似して仕入れできるようにしていくと。まあ、それだけに特化して教えていきます。だいたいた、まあ、テンバーアカデミーでサポートを受けていただくと、初心者の方はスムーズに3ヶ月で10万稼げるようになります。 かえって厄介なのはね、もともと背取りをやってたとかね、ヤフオク転売をしてるとかで、しかもそれで稼げてないという場合にね、なかなか自分のスタイルを変えられなくて、苦労する場合が多いです。まあ、そうならないように、もう私が知れた商品を開設すると、でもこのお店に行って、この商品を、まあ、こういう商品を知れてくださいと。 何を仕入れたかね、報告してくださいという形でね、サポートしますんで、初心者の方でも3ヶ月で月10万稼げるようになります。